はい、ということで本日はですね、あのノンタイトルシーズン3のブルーの村長とコラボです。やったー。本日こちら撮影協力してもらっているがデモデクイーンさん、渋谷の宇田川町にあるデモデクイーンさんのお店なんですけど、そこのスタッフさんがあの僕らのポップアップに手伝ってくれた大成さんってあのラオスのなんか義理の兄弟みたいな方が与えてるお店で、僕らもプライベートで 2,3 回今来てて、今日も協力してもらって、朝早くから来てるんで皆さんぜひ遊びに来てください。お願いします。今日ミュージックバーって感じなのかな。であと奥にはね、普通テーブル席もあるの でご飯もあっていろいろ楽しめて、ハブ酒がいっぱい飲めるので、皆さんなかなかハブ酒飲めるとこないんでね、ぜひ来てください。あと昼間広くてバーベキューそう、いいでしょう、広くてですよ。え、バーベキューできるの？そう、昼間上のめっちゃいいじゃん。テラス席、テラスっていうかテラスだよね、あれ屋上か。え、屋上、そう、屋上でバーベキューできる。いつするえ、しよう。え、スケジュール組む？え、4月いつからやってんだっけ？おガチ、いや、こっち4月、そういうの全力だから。4月15から上が開放されるんだって、バーベキュー場が。おー、楽しみ。やろ？やろ。いいですか？うん、やろ。あ、今後ね、もしかしたら撮影でいろいろちょっと協力させていただくことがあると思うので、うん、ぜひ遊びに来てください。まあ、ここでまたイベントとかできれば僕らも。え、ここイベントやれるね、みんなでやる、合同で、シーズン2と3の合同で、みんな一般の人も。ワンも入れよワンも入れよワンも、いや、ワンもいるからワンいるから、一人で。え、ワンも、ワン、ツー、スリーでやりたいですねということでね、またちょっと皆さん、あの、まあ、なかったら呼ぶんでよろしくお願いします。お願いします。はい、ということでこれデモデーの2日後ぐらいに撮ってるんですけど、まずはお疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございました。本当にありがとうございました。どうですか今のお気持ちは？しんど。違う意味なんですよこのしんどい。何ですか？いや、違うあのデモでやっと終わったなみたいな。あーしんどかったみたいな。はぁ、一息ついたみたいな感じ。じゃあ一回乾杯しますか。一息乾杯。そうだね、乾杯今日はよろしくお願いします。お願いします。俺もともともうテレサファンやったからずっと。本当に？ほんまに俺全部動画見てるよ。すごっ、はい、え、嬉しい。ニュータイトルも全部見てるわ。すごい。俺ラオスに連絡したもん。ニュータイトルめちゃめちゃおもろいやん。なんでラオスなの？なんでラオスなの？マブダチやから。一番出てない、ニュータイトル一番出てないの。確かに。まあね、いい、ちょっと申し訳ないんだけどさ、この席変えてほしいんだよね、本当に。なんでなんでなんで臭いの？二人とも。いやいやいや、大衆が。じゃあ大衆がじゃねえ。大衆がって悪口言って。ラオスと一緒に宣伝で。いやいや、俺もな。この人。じゃあ本来もうちょっとこう、夜は。二人そう。夜は。これね、サイドはもうずれれないんですよ、カメラの人。そうそうそう。じゃあ、お酒、朝まで飲んでたんでしょ？二人とも。そうだわ。もう。しかも別々でね。そう、別々で。だからお酒の匂いがすっごいの、これもう。嘘？臭い。え？すごいよ。すいません。まあでも焼け酒、焼け酒惜しくも先リギのところで負けちゃったから。なんでやねん。なんでやねん。惜しかったよね。惜しかった、ギリギリよかった。なんでわざわざ惜しくもみたいな、そういう言葉入れた今。よかったよ、普通に負けたで。あれよかったよ、村長のプレゼン見ながら。めっちゃよかった、感動した。新しい感動したの。新しかった。でも、うん、なかなかできないよ普通。あんなさ、大舞台でいろんな人が関わってお金もかかってる舞台で、準備期間も僕らよりもめちゃくちゃある中で、こんな新しい見ながら、そうだからすごい感動してるよ。いや、もう間違いない。どんだけ準備期間。それよりさ、でしょ、質疑応答のコメントでしょ、一番面白い。おもろいおもろい。何だっけ、ちょっと忘れちゃったんだけど。あ、俺の何て言ったっけ、含みがあったんだ。米尾さんがどうのこうのみたいな言ったかった、質疑応答で。あー、あれね、あれはもう俺のもう最大のあれ、もう逃げやったから。あれ逃げやった、あかんなと思う。え、あれ待って、もう確信に迫るんだけど、勝つ気あったの？あれは、あれね、実は、4日前に、うん、これ決まってた事項で、うん、米尾がデモデに来ないっていう話で、うん、俺はあの事業を喋ると起業家として認めたことになるから、うん、俺は事業を喋らない、うん、なんで米尾が来なかったかを説明する、うん、で和田ちゃんが事業の発表をするみたいな感じやって、それで決まってて4日前は。そうなんだ、4日前なんだ、うん、で夜中の夜の12時に、うん、加藤さんがちょっと行くわみたいな感じで話し合いに入って、うん、朝の4時ぐらいまで喋ってたんやけど、
え、結論、小用も来てみんなで喋ろうみたいな話になって、あと4日前か。そう、なんで来ないってなったの、小用さんはデモデーに。そもそもフルコミットしてないよねみたいな、うん、してないけど喋ったらこう、なんでお前フルコミットせえへんのみたいな、うん、で、もう俺らでやるわみたいな、うん、でお前はもう社長で、もうノンタイトル上はもう社長でいいと、うん、けど俺とか和田ちゃんでもうやるって話になるんやけど、毎回ね、うん、けど、いやごめんやらしてくれ、俺の事業やからって言ってやります。で、5日ぐらいはちゃんとする、3日から5日ぐらいはちゃんとやんねんけど、うん、そっからまた忙しくなって離れちゃう。え、離れちゃうっていうのはその音信不通とか遅刻がもう、あ、まあ、遅刻はもう毎回、その別に5日その喋って5日はやるけど遅刻はする。遅刻はもうデフォってこと。そう、あ、そうなんだ。で、俺が映ってないけど、俺遅刻で怒ってたんじゃなくて、うん、遅刻するやん、じゃあ遅刻のその対処法みたいなのを言った、あの何対処するやん、チームやねんからみたいな、うんうん、じゃあもう決定権がそっちにあるから、もう俺に移せみたいな話をしてて、なるほどね、うん、全部言うたら決めたい人やから、うん、完璧主義で決めたい人やから、じゃあ矛盾がすごいんだよね。その完璧主義だけど遅刻はするっていう、うん、その、そう、なんかその事業に対してこだわりが強いから、その盆栽事業に対してはこだわりは確かに強かった。でこっちに移せって言ってても、ごめん直すわって言って直せへんから俺は怒ってただけで、別に俺遅刻に怒ってたんじゃない、毎回。それの喧嘩があったじゃん、うん、あの 11.5 か、はいはい、あの後もそんな感じが続いてたってこと、うん、そう、もうエンドレスなんだ。あれでなんか仲良くなったとか、なんかもう遅刻が終わったとかじゃないんだ。あ、遅刻終わってないで、別に喧嘩してたわけでもない、なんかそういうのがずっと続いてて、米をなんか何見せかけ社長みたいな感じで、うん、もういいやみたいな、お前に腹も出すから、うんうん、こっちに移せ、うん、決定権、はい、ってなったけど、ごめんやるって言って、もうそれがもうずっとやね。もうじゃあ4日前もう米尾さんが来ない、デモデに来ない、うん、で、うん、和田ちゃんと村長がやる、うんうん、でその理由も喋る、うん、でこれはどっちからな、村長と和田ちゃんからも来ないでほしいのか、それとも今度いいよ、2択与えて、それか、もうお前が全部喋れ。あ、そうなんだ、うん、だってお前の授業やろって。どんなことあった？4日前ってあれかな、4日前ぐらいかな、ちょうど和田ちゃんからさ、連絡来たんだよね、DM で、なんかその相談させてほしいみたいな、どうしても相談させてほしいみたいな来て、うん、で、なんか大事な決断があるみたいな感じ、うん、あ、それやって言ってて、で、その前にその瀬名さんにちょっと相談乗ってほしいって言われて、で、この直後にその話をするみたいな、だから乗ってほしいって言われて、でも結局会わなかったんだけど、手柄取られると思ってやめろって、違う手柄、僕どうやって取るの、どうやって取るの、僕の手柄を、セリがデモで出るんでしょ僕が取っちゃってんじゃん和田ちゃんは彼女はすごい度胸があって、うん、で、最後和田ちゃんが全部一人で喋るみたいな話になったんやけど、うんうん、和田ちゃんはその事業のことは分からんと、うん、正直、うん、分からんけど私がやってきたそのノンタイトルの証を残したいって言って全部喋るっていう決断を一回したわ。だからやっぱそういう、でもプレゼンに見えたもん。いや、和田ちゃんはほんまにすごい、俺はずっと2人でほぼやってたから、うん、和田ちゃんとめっちゃ仲いいし、うん、で和田ちゃんは残したいけど、俺はそのこれを許したっていうのがもう起業家としてね、うん、おかしいと思うから、うん、だから俺は言いたくないみたいな話で。いや、村長さ、言いたいことが多分さ死ぬほどにあってさ、うん、もう論点ごちゃごちゃになっちゃうからさ、一旦まとめてみていい？はい、それ合ってるかなっていう、その僕の認識、今聞いたことの認識、はいはい、いや、そのノンタイトル期間中からずっと、まあ、遅刻にしろ、うん、その授業をやるやるって言って、うん、コミットするって言って、結局、うん、三日坊主がしないっていうのがもう一生続いてるのを、毎回いや、今度こそ本気でやろうよ、今度こそ本気でやろうよ、ずっとやってデモで直前まで来ましたと、うん、で、デモで前にな4日前になったらもう米尾さんは結局もうやらないっていうと、まあ、みんなの意思で、まあ、この授業はもうやらないってなって、
で直前のプレゼンになったわけでしょ。で事業自体はやるって言ってるあいつで怖い一人でもやるって言ってるよ。えだけどデモでは出ないそうってなった。えだからごめん俺も彼のことあんまり分かってなくてなるほどねあのチームだよね。難しいチーム、え同じ一つ屋根の下で生活してたんだよね、うん、だけど、うん、で俺らなんで、うん、あのその期間は喧嘩なかったという、うん、なかったかというと小宮も俺も和田ちゃんも、うん、いい意味で引きずらないから言ってた、ね、うん、あんだけ喧嘩してても、うん、なんか5分をキャッキャ言ってるみたいな。いい関係性でもだからズルズル言ったんじゃない。いやそうだよ、それが悪いんだ。そう多分初日の2日目の喧嘩もそんな感じですよね。あれ喧嘩して終わって、まあ、とりあえずよし頑張ろうみたいな切り替え早いし引きずらないのめっちゃいいと思うけど、うん、それ遊びだなと思っちゃう僕は、うん、部活じゃんみたいな友達じゃんサークルじゃんって思っちゃうから。本当は絶対解決するまで向き合わなきゃいけないし、かといってでも解決できたかっていうのはまた別の話だと思うけど、でその中で村長はあの授業をやりたくなかったんだから、デモデーではもう授業に対してプロフェッショナルになれないというかこれはもう絶対無理だなと思ってるから、村長はあの授業をプレゼンしてしまうと視聴者に対して裏切るというか失礼だなと思ってそこの話はしたくない。本当は村長もやりたくなかったってことでしょ。俺言ってたよみんなに、うん、やりたくないって。へえ、それはどの段階で言ってたんですか。その4日前、4日前やし、その俺もドラえもん祭も絶対売られへんって俺はずっと言ってた。うーん、どうやって売るんみたいなってなったら、いやこれはなんか米尾のせいだけじゃないけど、うん、番組的になんか米尾の言ってることはね全部正しいみたいな、はいはいはい、なんかそういうなんか雰囲気あって、うん、なんかそれリアルでもあったってこと。リアルでもまあ彼は上手いから口が、あ話し方は上手ね、雰囲気作りもそうだし、そうそう、だからうん、なんかうん、うん、じゃあちょっとこれ多分この会話が永遠に続くんで、ありがとう、もう言うたら永遠続いてもいいんじゃないけど彼は主役ですよ今回。いただきます。なんや言うても彼中心で回ってたからね。まあまあなんか大前提ってみんなすごいですよね、そこはありますよね。みんなすごい。いやいや、和田ちゃんってすごいじゃないですか、うん、すごいとこあるし、小宮さんってすごいとこあるし、うん、村長だってあるし、ただそれが最後まで噛み合わなかったっていうだけの話ですよ。あーそう、でもしチームが近かったら村長がリーダーで引っ張っててもっとうまくいった可能性はある。まあそれはそう、ほんまはそうやったらしい、うん、米尾と俺のリーダーのなんかイメージやったらしいみんな。えじゃあちょっと1話ぐらいからちょっと聞きたいんですけど、はいはい、なんで一緒のチームやったんですか。あ俺の心の話、心の話を今聞いてる。もう一人の誰かがいる。そうそう、 なんで村長はあそこで小宮さんと組むっていう選択をしたの。だって言うたらチーム決めあるやん、はい、チーム決めで誰も何も知らない状態でチーム決めるってなります、うん、唯一全員共通認識として分かってるのが小宮の影響力だけしかみんな知らん状態やったら、うん、じゃあ小宮と組むやろって感じ。俺はリーダーって自分で思ってたから どんなやつがいても、なるほど、ね、自分はリーダーと思ってたから、いや米尾の知名度使ったろうって感じ、うん、ただその感じやから別に取れたかとか全然関係ないし、傾斜思考で、まあ、一つの、まあ、米尾さんのさポテンシャルも分かんないんだけど一つの、まあ、手段としていた方が絶対いいよねっていう、うん、それしか分からんやんみんな、うんうん、初対面やから、うん、だからほんなら米尾使おうって感じこっちからしたら、うん、あれもすんなり決まったの。米尾さんもじゃあ村長やろうよ。なんか時系列わかんないけど、あの時ワンショットで小宮さんはなんか村長のことに対して結構いろいろ言ってたから、うん、あれはすんなり決まったんですか、一緒にやろうみたいな。うん、すんなり決まったんやけど、あの場は俺が牛耳ってて、あれ実は吉田、一平、米尾っていうチームやった初め、うんうん、あで俺と和田と和田ちゃんとルリちゃんっていうチームやったんやけど、これはやばいと思って俺、うんうん、吉田呼び出して、うん、俺結構詰めてんねん吉田。なんで詰めんだよ。なんでかわいそう。何なんでお前マジでありえへんでみたいな、意味のわからない、お前男さんとこっち女にやったら釣り合わんやろみたいなことを
俺がずっと吉田を吉田君をお前絶対あかんねん、それはマジないでっていう話をしてて、吉田君性格いいからね、明日にとかなるんだよね、うん、それは作戦だよね、そう俺の作戦俺は米音をやりたかった、うん、なるほどね、でもそれやってなかったら今は 勝者だった可能性ありますよね、あじゃあ確かに結構あると思うよ、うんうん、そんなんと思ってなかったから、えあのさミッション1の在庫を抱えないストック抱えない戦略っていうのは米音さんの、うん発案、それともみんな経営者のマインドとしてはまあ当然のことをやってるとは思うけど、あれ村長の3人ともその、あの、あ、じゃあ共通認識であって、やっぱ経営者志向としてはまあ順当に、うん、ってことは結構さ営業力でいうと村長強いじゃん、うん、だったらさ小宮さんと村長がミッション1でやったらさ村長勝ってる説結構あるよ、あーどうなんやろ、いやもう彼の影響力マジ半端なかった、まあ、確かにナスハイランド行った瞬間に、うん、米おるん、うん、みたいな感じやな、うん、そもそもがの時はヌリと一緒だ、うん、いやだって米尾、まあ、当時のヌリで言えば米尾さんとヌリ知らない人なかなかいないもん、うん、その当時のヌリすごかった、1000万以上再生してるコンテンツに出てって、うん、しかもそこの主役級じゃん2人とも、うん、なかなかねすごいよね本当にさ、そう考えたら俺さこれ加藤さんにさ言われたんだけどその、うん、ドイツ村の時、うんま、俺、まあ、こっそり一人の時に喋ってたんだけど、マジで今の塗り坊主すごいぞみたいな、強いぞみたいな、うん、本当に多分負ける、ちゃんとやんないと負けるぞみたいな、うん、言われたんだけど、今思ったんだけど、え、じゃあなんでそのミッションにしたんと思って、確かに、確かにね、だから、塗り坊がいる方が勝っちゃうみたいな、多分もう、マジで流れになってたから、多分自信あったもん、いや、まあ、でしょうね。え、あれさ、3時間遅れだっけ、うん、なんか遅れたし、あれは本当なの、ガチガチで遅れたんだ、いや、あれは本当は夜中に話したかったんやけど、うん、それはフェアじゃないみたいな話になって、うん、何がフェアか分からんけど、うん、9時から、スタートやったから、うん、同時にスタートしようみたいな話になって、はいはいはい、あ、動きよね、もうそうだから、夜中に喋られへんかった、まあ、最初でもあるよね、俺らもそうあったもんね、うん、あった、え、じゃあもう夜中はもう言いたいことがすごい溜まってた状況での、うん、あれ朝もう朝ですか、で、ミッション1の結果発表の前に俺がなんかメンヘラ事件起こしたみたいな、うん、あれの事件が夜中に和田ちゃんと起きてんね、実は、うん、え、村長と和田ちゃんで、そうめっちゃおもろいだから、米尾がいない2人で工作やってるわけですよ、うん、あー、はい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 、制作からはもう喋んなと、うん、もうそこで解決してしまったら、うん、もう視聴者わからんようになるから喋、うん、るなみたいな言われててんけど、喋、うん、らんわけないやんそれはそう、まあ、それはそう、だってまず和田ちゃんとは米を朝戻すか戻せへんかの話をせなあかんわけで、でどういう心の内かを話する、うん、ほんじゃ和田ちゃんから実は米尾さんとつながってたみたいな話を聞かされて、うんうん、もし米尾が来なかって負けました、うん、で誰をクビにするかって言ったら村長ですって言われたから、へえ、いやおかしいおかしいと思って、そん時に言われてんだ、うん、そう、え、それはおかしいな、だからはめられたっていう、そうなるわ、そういうことね、そう、そこに繋がるのね、そう、これは声を大にして言いたいんだけど、うんうん、俺実はチームシャッフルしてくれって制作に頼んでるんですよ、うんうん、でそれなんでかというと、うん、盆栽でほぼ決まってたんやけど、うん、なんか仕事タスクを振るみたいなの時に、うん、なんかノーション、うんうん、ノーション俺使ったことなかったけど、うん、もうノーションです、で和田ちゃんも分かりましたみたいな話になって、うん、タスクを振る時に米尾が全部和田ちゃんに振っていって、うん、で、ああもうじゃ あ終わりやなみたいな、会議終わります、あ、村長何もタスク振ってないなみたいな、うん、あ、和田ちゃんほんなら何個か渡しといてみたいなって言って、すごく違和感があって思って、え、嫌われてる、うんうん、ぐらい、うん、嫌われてるか何か要素があるか、うん、もうこの2つしかないなみたいな、うん、でその時に夜中に和田ちゃんから、実はノンタイトルに出演する前に働いてた会社が、うん、の上司がもともと米尾と一緒に働いてて溝口さんのところの人やと、うん、だから全く仕事の仕方が一緒なんですみたいな、ノーションの議事録の取り方から全て一緒なんですみたいな話になって、いやそら和田ちゃん全部仕事のやり方一緒やったら全部振るよなって思って、そこで繋がって、なるほどね、ええー、みたいな、いやなるね、おかしいおかしいおかしいみたいな、でしかもそこでその上で村長が
首候補だよみたいなことを言われてたら確かにそれはえみたいな、八方塞がりですかみたいな、そうフェアじゃないよねみたいな。じゃあそれ仮にじゃあミッションマン負けて、まあ、その流れ村長がもし首になるってなったらどう対抗してたんですか。いやもうチームシャッフルやろ、そんなんフェアじゃないと。そもそもじゃあ首決めの時ですもん、もう首の例えばじゃあ首決めしてくださいみたいな3人で。俺は首になる気なかったから発表前に言った発表前にこれはその勝ち負けの話じゃなくて根本的な話やから発表前に言うねって言って2人に喋ったって感じ。だから俺は、リスクヘッジをした。ああなる先にねもう、うん、そう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 、ジャブを打っといて、そう、それはもう勝ち負け関係なしにフェアじゃないかなっていう話をしたら、うん、いやそんなことないよみたいな。でもいやこれさ絵の映り方としては確かにメンヘラっぽいさ入り方だったり、うん、まあ切り取り方なのか分かんないけど、うん、だけどこの気持ちめっちゃ分かんのが、僕らの時ももう正直塗り棒いるから、まあ、どうあっても塗り棒のチームが勝つようになってるっていう風に僕らはもうそうずっと思ってたよね。その話をずっとしてたよね、うん、で僕らがどんだけやっても塗り棒がいるからもう勝つっていうシナリオ書かれてるからって言って、だから その時にやろうとしたのが僕らとしてはそのもう視聴者がどう見てもいやそれで塗り棒買ったらもうこれはやらせですっていう風に分かるようにしたろうみたいな、そこまで持ってってた上で塗り棒たちが勝った時にいやもうノンタイトルっていう番組の進化を問われるだろうっていう話で持ってったんだよね。だから一緒だなと思うし、それこそさもう一方のチームの人もさ言ってたんだけど、レッドの方も言ってたけど、やっぱずっとさあれだけ自信あったけど米尾さんがいるからこれだけ明らかな差がついてても米尾さんっていうので勝つ可能性が大きいですと。もうこれはもう青木さんもいて米尾さん、あの溝口さんもいて、でそことの資本関係がいっぱいごちゃごちゃあるから、もう結局最後の最後これだけ差がついても米尾さんが勝つっていう世界線あるとずっと思ってたっていうふうに言ってたから、それそういうふうにそういう心境になるよね、うん、参加してる側としてはさ。でチーム内でもあれみたいな、えそもそもでも米尾さんって自分からオーディション来たって言ってなかった、その青木さんが、うん、それは本当なの、自分からもうオーディションにちゃんと参加してみんなと同じ感じだったの。どこの真相は米尾から直接聞いてない、うん、からなんかなんとなくな感じやけども、うん、オファーはしてる、うん、あ番組側からね、うんけど、オーディションにはちゃんと来てます、うんうん、で、オーディションってか面接でしょ、特別面接みたいなやつでしょ。ちょ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 、普通の俺らのオーディションってオーディション、うん、あ、そうなんだ、米おるやんみたいな。へぇ、あ、じゃあちゃんと、うん、米おと、お前は歳三も、へぇ歳三は、オーディションの合否のメールを確認してなかった、当日来てなかったっていう、うん、だから、あの中でもう圧倒的知名度あるのは米尾だけやったから、ね、あ、来るやろなみたいななるほどね、歳三くんらしいな、おもろいね、うん、村長の俺、授業すごい気になるんですけど、はい、2つ持ってきてましたよね、確かまあまあ、2つで、1個言ってなかったですよね、うん、まあ、使われてないのか、あ、1個はニュータイトルみたいな感じで、あー、なんか言ってたかも。俺はもともと、その社長輩出業みたいな、あの、社長ファイトクラブみたいな、はい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 、あ、共演してる、合ってる、あ、そうあ、そうだ、すみません、合ってます、ね、忘れないで、そうです、そうだ、共演してたわ、よそよそしい、でやっぱ普段タメ口あるのに、やっぱ初対面のね、感じで行かないとで、なにごめんなさい、だからやってたからも、ノンタイトル的な感じはこう、やりたくて、うんうん、だから、社長を生むようなその事業をやっていこうみたいなことを言ったのが一つと、あとは朝から光る。え、朝から光るって何なんですか具体的に。あれはなんかクイズでやってたやん。え、そうそうそう、だからちゃんと答えが知りたい、本当に答えが知りたい、見てるわ、見てるすごいわ本物の答えは瀬名くんが正しくて、え、ほらね、見ろ、だから瀬名くんに1ポイント、そう、瀬名くんに1ポイントあげてほしいまさかよいや、マジでしょ、てか僕が一番本質理解してると思いにか俺突っ込んだもんこれ瀬名くん正解やわってだからこれ みんな見て、あのクイズのやつ見てくれてる人分かるけど僕がその卵授業って言ってバカっぽくずっと一人で
暴論を言ってみんなに圧をかけてるように見えてると思うんですけど、でみんなもそれでね笑ってくれたと思うんだよ。それはいいんだけれども、僕本気だったんですあれ。あの卵授業で一点突破しようとしたんじゃなくて、本気でそうであの授業はっていう気持ちで。本当かよ。画面上から見えなかったけど。いやいや、本当だよ。あれ見て、そういうつもりで見てみて、僕の必死さが、あ、そういうことかってなんで、もう一度見てください。え、ですよね。朝食という領域で、卵授業をするっていう。ことなんだけど、もうニワトリ育てるみたいな。最終的には第一産業もやりたい、でフランチャイズ事業もやりたかった。まあ別に卵じゃなくてもいいんやけど、はいはいはい、俺は朝日本の日本人の朝食文化を変えたかったっていうのが、これ本質的なところの目的で、アメリカと日本では、平均年収が250万から300万ぐらい変わると、日本人においては朝食を食べてるか食べてないかで、年収が250万から300万ぐらい変わると。でこれはニアリーイコールだと。でなんでかというと、アメリカっていうのはパワーブレイクファーストっていう文化で、朝からすごいご飯を食べる、でホテルとか行ったら、あの卵料理っていろんなあるじゃないですか、スクランブルエッグ、ゆで卵とかオムレツとかいっぱいあるじゃないですか。アメリカって年収高い人が高い人であればあるほど卵の朝食べる量が多い、だから平均3つ食べる、アメリカの富豪は。卵に入ってるこの成分が朝からこう脳を活性化したりとか、健康的にいいみたいな。だから朝食を食べるんやったら、まあ和食もいいんやけど卵を食べた日よねっていう、まあ卵は手段である、なるほど。日本の朝食文化を変えて日本の国土を上げようみたいな感じのコンセプトなんですよ。めっちゃいい、めっちゃいいじゃん。それなんでそれ行かなかったんですか。鼻で笑われたからもうええわ。でもさ、鼻で笑われたぐらいでそれで引き下がるんだったらその程度ですよ。あー、なんかその今回、まあ、和田ちゃんも米も癖強いから、なんかもう俺なしゃあなくなってみたいな。またバランスを取るためにね。そう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 、あれで別に俺は行ってもよかったけど、俺も癖強いって言われてるから。いや、だから事業決めるのそこ本当にむずいよね。そういうだから、癖が強いから社長になったわけやろ。みんな癖強いじゃないですか。まあ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 、その中でも一番癖強いからな、ね、一番癖強い人たちをまとめられるからそうね。シンとすんのやばいやばいやばい、やばい、みんなで顔色じゃ、分野において得意分野は自分とまとめるんですよ、みんな得意分野だけ、だから上手くなってるみたいな。あ、いびったんですよ、だからなんでまとまってるか未だに分かってない。いや、すごい、いや、これはマジ、セラ君すごいなと思う。でも俺一個これまとまった理由として一個あるのは、セラ君がちゃんと飲みに行くようになってくれたから。確かに最初ギャイヤだったけど、ここ結構飲むから、でそれでセラ君だけいないってなったら多分崩れていくじゃないですか。はいはいはい、それでセラ君が普段の前に来てくれるようになったから最初の方に。僕だって彼らと出会うまで1年に2回もお酒飲んでる。飲むやつ頭が悪いって、飲む人はもう生産性が悪いからマジ頭悪いなっていうスタンスで飲んたいとも望んでて、でももう飲むメンバー でその中で強調するために飲むって言ったら、まあ、もちろん楽しいし、でそこでの本当に、まあ、ラオスを見てたりとかモッチーとか松葉君を見てて、本当に仕事につながるような動きとか案件を持ってくるとかあるから、やらないでね、食わず嫌い良くないなっていう学びを得たわけですよ。すごい、あれ結構でかいと思う。あれもスナックで来なかったらもう多分今ないと思う。いや、そういうとこやと思う、そのセナ君が成功してるのって。村長より柔軟だね。いやね、そう、俺めっちゃ柔軟やでって言ってたからさ。俺どこがと思って、まあ、柔軟やろ、柔軟だよね。体が柔らかいってこと。それどういうことやろ。そういうとこ、解釈、いやだから溝口さんの言葉響きすぎて40度ね。そう、40度はいろんなね、解釈あるからちゃんと主語を明確にして、何の柔軟さか言わないとダメですよってことですよね、今の。思考がね、思考が柔軟ってことでしょ。あ、そう、まあ、授業で柔軟してるかと思ってた。お思うか文脈で察しろ読解力の問題。でも角度と温度も違いだからね、これはね。それをメモってたらしいで、ごめん。あ、そうだ、今後言おうと思って、やばい、合うかもしれないじゃん、うん、今後言おうと思って角度、やっぱ同じ一緒だ、一緒だ、響いてる部分でしょ。まあ、でもさ、言葉として語彙とか、うん、その増やしていく、ボキャブラリー増やしていくっていう、そのメモって僕超重要だと思うの。それでやっぱ高度な語彙力というか言語化能力ついてるからすごく重要だと思うけど、間違えちゃうよね、その
本質はそこじゃないじゃん、かっこいい言葉とかそういうウィットの効いた言葉を使うことじゃないじゃん、うん、で松葉くんはネタでやるけどそれ言葉をさ、言葉に何の意味もないじゃん、伝えることが重要なのにさ、それでやっちゃうと本当空中での話になっちゃうよね、うん、その横文字ばっか使ったりとか、僕はそれずっと言ってんのに、横文字使うやつ頭が悪いって言ってるのは、まあ、本質はそこじゃなくて、相手に伝えることが言葉の目的なのに、相手に合わせるわけじゃなく、伝えるためじゃなく、マウントというか自分ができるっていうアピールのための言葉って本当必要ないなっていうのを思っちゃうんですよ。確かに。でもた、いや戻っていい？はい。一個ちょっと卵授業掘り下げたくて、僕卵授業だったら勝ってると思ってるの。ガチで。マジで。ノンタイトルの視聴者と合ってるし、合ってる、合ってる、ヒカルさんとミクルさんもそのストーリーとかで上げやすいなみたいな、うん、ミクルさんは合ってる、あ必要だよね、うん、体作り的に、うん、毎日さ、それこそブロッコリーと同じで、うん、もうあの卵、今日はその村尾さんの卵みたいな感じでさ毎回上げてくれると思うんだよね、うん、でめちゃくちゃいいし、でヒカルさんとミクルさん乗ってくれたら投資家の人たちも、うん、いや、みくるくんとひかりくんとやっぱ絡みたいしとかって、その授業に乗っかりたいしで、多分俺全票取れたと思うよ、うん、可能性は全然ある。なんか卵のこと詳しくないからわかんないけど、僕卵超大好きなの、死ぬほど食べてる、卵しか食べないから、ええ。何でもこういうのも全部卵入れれば OK だと思ってるから、あれやってほしかったです、ファイブで、え、頼むね、卵、うん、難しかったよね、だからその小宮さんがさ、プラスに働くかマイナスに働くかじゃない、その時って小宮さんがじゃあ卵やろうよって言ってさ、協力的にさ、やってくれればさ、その食品的な人脈もあるじゃん、うん、で逆にさ、いや卵なんてむずいし、村長絶対わかんないしのスタンスでずっと来られてたらさ、絶対潰れてたよね、卵事業、そうそう、小宮さんとの親和性もあったから、やっぱやってほしかったんだよね、うん、そこの今の文脈も踏まえてさ、ね、で小宮さんがカップを小宮で、その卵を使うとかさ、米をさ、うん、あんだけいい米を取り扱って PR してて、そこと卵も超合うじゃん、卵ご飯、ね、卵ご飯で PKC ね、最強じゃん。いや、ほんでカップを米をで朝食もやってるんです、あ、聞きましたな、最近。だから彼自身も朝食の文化を変えたいみたいなところは、めっちゃいいじゃん、後から聞いてあったから、うん、えみたいな。だから俺何回もあのピポットしようって言って、うんうん、朝から日からにピボットしようって俺何回も言ってた。最終局面、青木さんがあのサラダ持ってきたシーン、うん、あー、はいはいはい、あの時も実はスマート盆栽にしようって米尾が提案しました。あの時俺初めて聞いたから、へー、初めて聞きます。そう、確かに村長あれか、喧嘩者がいなかったのか、そう、喧嘩、そう、あ、いなかった、ずっといなかった、確かにいなかったね、そんな、朝に、あの川沿いで、うん、ごめんみたいな話になって、その後に青木さんと会うみたいな、うん、っていう流れやったんやけど、なるほど、そこで聞いてて、いよいよ普通にもう飲食やろうやみたいなっていう話をしてたら、お前頭おかしいんじゃんみたいなことをずっと言われてたから、だから実現はなかったんやけど、めっちゃ欲しいな、ずっと俺は言ってた、最後の最後までごめん盆栽売れるかわからんみたいな、うん、イメージがなかったから、うん、勝てるか負けるかって言ったら負けるよねっていうのをずっと言ってたから俺は、うん、でも最初は一番最初のミッション2ぐらいの時の盆栽は勝てる気満々だったんですよね、あの時の NFT とかの段階の時は、お、僕自身がってことですか、まあ、小宮さんもそうし、チームの雰囲気的に、まあ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 、まあ分からん、分からんけど、盆栽の市場は正直分からんけど、もう米尾が言うんやったらやろうかって言ってみんなついていってた感じ、まあね、一人がでも熱量を持ってめちゃくちゃこれはいけるって言ってやってたらさ、それはやるべきだよね、うんうん、社長って結局こうみんな同じところ向けへんのがチームであって、うん、けどその何か分からんけど俺についてきたらいいみたいな、うん、っていうのを見せるのが社長じゃないですか、うんうん、シャントリーボディがもう売れるか分からんけど俺はもう絶対売れると思うからお前らついてきてくれ、うん、みたいなこう誠心誠意見して、うん、そこについてくる、ついてこさせるのが社長やと思うから、うんうん、そこの像とは全然かけ離れてたから俺はずっと言ってた、うん、なるほど、うん、俺は正直分からんと、盆栽事業売れるか分からんから、うん、お前が夢見さすんやろ、うん、っていうのはずっと言ってた、あ、いや大事、うん、なんかそのさ、もちろん目標をさ
セットしてそこをみんなに向くようにさすることがマネジメントだと思うけどさその熱量とかでいやもう絶対これはうまくいくでそれだけのそのまあエビデンスというか根拠をみんなにも提示するっていうのも大事だと思うしでも結局最後一番大事なのってさその思いがあるでも思いがあるからこそそこについてくる例えば遅刻しないもそうだと思うの、うん、ないしはその誰よりも遅くまで仕事するとかもそうでこれって全部手段でいや遅刻しなくても成功はするじゃんとは言うけどでもみんながついてくるためにはやっぱその姿勢を見せなきゃいけないって僕は思ってるのねでもちろんさなんか配慮してくれるよそのある程度言ってもみんな分かってきたら僕がちょっとここがルーズとかここが苦手とかは配慮してくれるけどその中でも頑張ってる姿勢をやってるからこそ結果あこの人が言ってることについていけるなとか多分思ってもらえると思ってるの、ね、それが欠けてたのが超もったいないよね言ってることもさなんていうのスタンスとかも小宮さんってめちゃくちゃかっこいいしちゃんとしてると思うの僕で間違ったことも言ってないと思うんだだけどだから少し手段としてなんだけど遅刻しないとかも一定大事だなって思ってたからそこがすごくもったいないって僕ずっと思ってたんだよであと周りの環境がマジで悪い番組の批判じゃなくて僕ために言ってると思ってんだけどでもまあどこでもずっと言い続けてんだけどもうリアリティショーことリアリティショー特に企業番組経営者が集まってる番組に対して一人に迎合するような媚びを売るような姿勢はマジでやめた方がいいですこれマジで思うっていうのもそうこれラオスの時とそのレッドで話したんだけどラオスまあ遅刻してまあ僕もだから遅刻してたと、まあ、いっぱいではないねお互いにその時ラオスが超謝ったのみんなにもう関係各所も制作全員にもう一人ずつに謝ったのやっぱ20人30人で動いてる現場じゃんその時間をさ取ってるわけじゃんそうこっちはそれでラオスがすごい謝ってだけど許されなかったのまあ、許す人もいれば許さない人もいるみたいなすごかったの、でもそれって普通当然だと思うのでも僕が聞いてると小宮さんが遅刻するのはみんな何も言わないというか許容してたっていうふうに聞いててそう制作側もだそれがいびつじゃないっていうふうに僕は思っててでこれ何が悪いかっていうとたださ、なんかレンリアですみたいな感じで来ててさ一人インフルエンサーとかちょっと有名な人とかさすごい経営者に来てて遅刻しちゃうまあでもこの人をキャスティングするの大変だからっていうのは分かるでもさみんな周りバカじゃないある程度経営志向がある人とかが来てる中でさそのさ不平等さって許容できない人たちもいると思うそうするとそのチームとかその一緒に出てるメンバーがフラストレーション溜まってでこのあとこういうふうに村長みたいにさその遅刻が全てじゃないじゃないけどこういうふうに言いたいことわーって後で出てくるわけじゃんだから僕はそういう番組はマジで変えていかないとだからもう忖度するのもめちゃくちゃ良くないなんで番組自体が破綻していくなって思うこういうだってシーズンごとにそれが増えるの僕らで言えば塗り棒に対して遅刻とかない塗り棒ちゃんとしてるんだけどやっぱそういうなんかえなんで塗りだけみたいな、うん、なんで塗りだけ仕事で許されるのここに来なくてみたいなこととかあるからこのキャスティングはマジでやめた方がいいしもしやるんだったらそのレベル感で言うと極端に言うとキムタクみたいなもうキムタクいれば視聴回数が絶対アベレージ100万回いきますよみたいなレベルの人だったら分かるけどそうじゃない限りはおかしいと思っちゃうこれはマジで声を大にして僕今後のためにも言いたいだノンタイトル存続してほしいからこそ言いたいだってツイッターのやつもおかしいもん超細かいけど、ね、このいやデモで終わってさみんな知ってるデモで終わってさみんな終わりましたとかって結構やってるわけじゃん、うん、で小宮さんさ悔しがってさ、うん、いいツイートしてたの、うん、で僕それであこんだけこういう気持ちあったんだみたいななんかその画面でも見たかったし、うん、ツイートでも見たかったなと思ったのそこに対してさ、制作の、まあ、青木さんとか、うん、なんかかっこよかったよじゃないけどなんかそういう感じでありがとうございましたとか言ってるですよ、ね、他の人にもやれその配慮って思って、うん、なぜそのみんなが見える場で、うん、その小宮さんにだけやるのって、うん、みんなに一人ずつにそれやれってあやってたね小宮のツイートに対してねやってた僕ああいうのがそのみんながみんなじゃないよ気にしない人もいると思うけど、うん、でも気にする人もいるしそういう風に見られるじゃん周りからも、うん、視聴者さんからもそうだし、うん、出てる側からもいややっぱり小宮さんだけ特別じゃんって思っちゃう人いるじゃん絶対、うん、それ俺言ったよあ言ったんだ言ったえなんであれやんの僕も言ったの青木さんに直接会って、うん、いやあれマジでやめてくださいと、うん、僕らの時もそう思ってたけど、うん、あれマジで気持ち悪いです本当言ったよね気持ち悪いですって言ってるのああいうことが、うんうん
って言ったのさ、小梅さんのやつも、うん、仲いいのはいいと、でも表に出すのはみんなに対して良くないってこと言ったけど、うん、え、村長も言ったの？言った。そしたらなんて？いや、そんなことないって言われた。村長どう思ってた、そこら辺は。だって俺、その4日前に青木さんに言ったもん、小梅だけめっちゃひいきじゃないですか、はい、みたいな、うん、なんか忖度しすぎでしょみたいな話を言ってんけど、うん、いや、そんなことないみたいな感じで終わらされたから、まあ、いや青木さんが気づいてない可能性もあるよね、うん、でだとしたらやばいよ、だとしたらチームなんてマネジメントできないよ、メンタもできるはずがない、わかんないけどね、それに気づけなかった、だって簡単に定力できるもんじゃん、まあ、こんなことを考えてやるべきではないけれども、モッチーに1リプライしました、松葉くんに10リプライしてます、え、松葉くんの方がひいきしてるとは思わなかったみたいなさ、定量化できるじゃん、わかんないよ、どうなんだろうね、で、経営者は最低そういうのは気にするよ、普通にチームマネジメントするときにさ、一人にだけ毎回やるなんてことしないじゃん、それをなんか別に裏でやるし心として思っててもいいよ、でも立場がありますやんと、うん、みんな見てますやん、視聴者の人も、うん、で、他の人たちもいますやん、メンタですやん、うん、で、僕はもう思っちゃう、マイナスな動きでしかないよね、うん、マジで。そう、全員が不幸になる、もう全ての関係各所全員が不幸になるから、おかしい、なんかねぎらいの言葉をするのは素敵だと思うけど、うん、全員に使用するならと、しないなら全員にしないでいいじゃん、これ次回から全員にするっていう風になるからね、うん、いや、これ絶対やった方がいいですよ、本当に、これはいや、マジで多分見てると思うんですよ、うん、全て見てると思うんですけど、やった方がいいですの方がみんなが気持ちよく仕事できるし、うん、もっといいもの絶対作れるから、でも青木さんが一番ノンタイトルの愛が強いからね、ちなみに俺の師匠は青木さんやから、え、実は何の師匠なんですか、全然愛されてないじゃん、過去を、じゃあ聞きたいわ、青木さんとの、もともと、ブレイキングダウンの、アフターパーティーかなんかで青木さんと会ってて、その時いましたよ、瀬谷くんをくれてきた、うちとラオスが先に行った、ね、そうそう、1回しか行ってないもんね、8かな、8、そこで青木さんと会ってて、うん、で、その次の日に、面談行きます、うん、面談っていうか、そのノンテッド出させてください、うん、みたいな、だけど、そんなすぐに無理なんでみたいな話はやったんやけど、うん、そっから、まあ事業の相談とかいろいろしてて、いろいろ教えてもらってたから、うん、青木さんは俺の師匠で、うん、ずっと信じてたんやけど、俺に対してめちゃくちゃすごいなんか当たりがあったんですよ、え、期間中にって、うん、いきなり、これはもうみんなにも言ってんねんけど、うん、一回なんかズームで青木さんと会議するみたいな、うん、で、俺と米と、まあ、和田ちゃんと青木さんでやるみたいな、うん、で、その時たまたま和田ちゃんが遅れてきてて、うん、まあ米は遅れる、うん、で、青木さんと俺が二人で入って、うん、経費のことを喋ってて、ね、うん、で、普通に喋ってましたと、和田ちゃんが入ってきます、うん、で、入ってきた瞬間に急にハウリングしだしたんやんか、うん、今まで俺と二人で喋ってた時は全然いけてたもん、うんうん、機械のね、ハウリングね、そうそう、機械のハウリングして、うん、なんかもうちょっと耳痛いみたいな話になって、うん、和田ちゃんが入ってきてからそうなりましたっていうことは和田ちゃんのせい、うん、せいっていうか、うん、和田ちゃんの機械に原因があるのに、急に村長ハウリングしてるでしょみたいなって言って、俺なんかめっちゃキレられたよんで、いやいやいや青木さん、それマジ理不尽っすみたいな感じで、うん、ちゃん本当にキレられたの、そのネタとかじゃなくて、ネタじゃなくて、ちょ、もう行ってみたいな村長でしょみたいな、これ一回ちょっと出てみたいな感じで、まあみんな遅れてるから青木さんもピリピリしてて、はいはい、村長ちゃんといるんだもんね、そう、ずっとおんのに俺だけキレられて、うん、いやおかしいやんと思いながらも、うん、すいませんみたいな話になって、なんかそういうのがなんか結構あって、あ、その後もね、うん、けどそれはなんでか分かって、うん、コメオがおらん、俺と和田ちゃんがおらん時に、うん、あいつらは仕事できないみたいなことを結構周りに言ってて、だから青木さんが俺とか和田ちゃんに対する評価がめっちゃ低かった。へえ。なるほどね。そう。あ、それが原因やった。だけどそれが原因でさ、うん、村長に今まで優しくしてたんでしょ、うん、なのにいきなり当たるっていうのは、それが、そんなことある、まあ、いじりやすかったんじゃないですか。ごめん、それは俺もしかしたら俺が敏感に感じる、まあまあまあ、メンヘラ系ね、うん、でも僕もそんな感じ僕もそんな感じで青木さんからは半分いじりみたいな、その愛があったらいい、わかるよ、いや大の大人で、違う違う、不器用なんさ青木さんも不器用だから
あのさ、俺は好きやから。いや、そうそう、だから悪い人ではないんだよね。悪い人ではないってどういうこと？だから俺は思うにはノンタイトルを一番愛して、ノンタイトル一番伸ばしたいっていうのは青木さんが思ってて、そのためにいろいろやってちょっと失敗しちゃうことが多々あるだけだって。あ、まあまあそれはそうだよ。楽しい話しようぜ。なんか思ったよ、このトーンだよね、このトーンが。いや、でもさ、一番話しやすいチャンネルだからいいんじゃないですか。確かに。このチャンネル、他は、他だと話せないじゃん。ちょっと聞きたいの、お、一個あるもん、まだ。何？あの、ちょっと、手柄仕切りたがり女との、実際、本当に仲良かったのか悪かったのか。それも全部さ、もし本当に悪い方だったらずっとズーンっていくじゃん。もう、最初言ってたじゃん。あの、和田ちゃんと二人でやってたから、仲良かったみたいにしたから、あれはじゃあ、その、村長の目線から見て、まあ言ったら、10個ぐらい下の女の子じゃないですか。どう思ってたのかなっていう、その当時はほんまにそう思ってて、ああ手柄仕切りたがり女、手柄仕切りたがり女、なんなんだよそれ。今やから分かるけど、うん、彼女はすごく責任感が強くて、まあ、さっきの言ったみたいにちゃんとやってきた証を残したいから、私はどんな授業でも喋りたいっていうぐらい、一人で喋りますっていうぐらい度胸があって、一言で言ったらもうなんか生徒会長みたいな。で、なんかイメージつく。なんか米尾にも掃除してない男子に、男子掃除してよみたいな言う。学長。そう。もうほんまそんなタイプ。なるほどね。うん、そんなタイプで、もう米尾さん遅刻しないでくださいよみたいな。俺はいやもう遅刻はいいと。けどその後の対応とか、はいはい、チームとして補えばいいんじゃない、うん、みたいなことは俺の価値観として言ってんだけど、うん、和田ちゃんはいや遅刻も許さない、うん、みたいなのが和田ちゃん、うん、でもちゃんと言ってたんだ。じゃあ和田ちゃんも言ってた、あれ見えてないけど、大事だよ。彼女はすごい言ってて、そうなんだ、うん、けど、まあ、ほぼほぼ俺と二人でやってました、うん、ってなった時に和田ちゃんは自分がやってることを認められたいっていうのが、承認欲求みたいな、強い。それはまあ若いっていうのも正直あると思うんだけど、うん、これもチームとしてまあ、はっきり言って悪いんやけど、うん、米尾の判断が全てやんか、正味社長やから、うん、だから米尾がいないってなった時に、一回和田ちゃんがそれぞれ資料を作ってどっちが正しいかみたいな、へー、米尾に提出してみたいな、私はこう思ってますみたいな、はいはいはい、私は正しいでしょみたいな話になって、はい、おかしいやろそれでもすごいですね。で、その手前で米さんがこうやって言ってるんですけど、これってどういう解釈なんですかみたいなことを和田ちゃんから相談されてました、うんうん、めっちゃ聞いてきたのに、うん、なんかミッション前の米に提出する資料に関してはお互いそれぞれ出してどっちが正しいかっていうのをバトルしてた。そう、バトル、そうそう、バトルになってた。高めやすさでしょ、チーム内で。まあまあ、競争は、まあまあ、そう。高めやすさね。まあまあ、ポジティブ。いや、競争はいいけどね、DHC とかもやってるんだよね、社内でさ、もう部署ごとに、うん、超戦いさせたりとか、強化方法で他個強化するの、うん、誰が一番ダメかと誰が一番いいかとかを確かやったりして、うん、あえてそういう摩擦を生んで競争させて事業を拡大していくみたいなやり方もあるから、そういう行動指針やったらいいけど、うん、確かに違うのよ。だからそれに対してすごい違和感があって、もう一人の敵がいたんでしょ、ミッションの敵。青木さんだけじゃなくてもう一人敵がいたんだよ。おもろいじゃん、めっちゃおもろい。で、村長は2段階で戦ってたんですよ。まず社内でのあの短い期間でまず社内で倒してその後に青木さんがいて、いや、すごい意識高い会社だね。いや、いよいよ。だからずっとクリアできてたんだよ。すごい秘訣が分かりました。拍手はない。なんか最終2人で話し合ったことも全部もう手柄持っていくみたいな。俺はどっちかというと、まあ自分のその働き方的に社長を生み出してたから、社長に手柄を持って生かすタイプやったから、どんなことがあってもこいつはすごいっていうのを言い続けてた周りに。だって俺まあまあ会長職やから、俺についてきても結局現場は一緒やん、うん、だから現場のこの施設長とかを、お前らの施設長はすごい人なんやでって言ってこっちについて生かすっていうのを俺はずっとやってたから、手柄を持って行ってもらって結構、なんやったらそっちの方が俺おらんと完結するからっていう方針でやってたから全然よかったんやけど、あまりにも俺を下げすんでみたいな感じになってたから俺が喧嘩したみたいな。だあれはマジ本心やし、分かる。でもこれラオスが一番分かるじゃん、うん、ラオスさ、どこ行ってもさ、その外部的にもさ、僕とかをもう大げさにも立ててくれたりするのね、うん、まあ、ちょっと聞いたりするんだけど、そんだけラオスを褒めてたよみたいなこと言うんだけど、うん、やっぱその社長として僕の悪いところもあるのに隠してちゃんと
立てて持ち上げてくれたりとか、それ他のメンバーとかもラオスはやるけど、ラオスがだから汚れ役を買ったりするわけじゃん、うん、で村長もそういう多分ね、うん、動き方を してるからこそ一番わかるんじゃないラオス。第三者、第三者話法ってめっちゃ大事で、人からなんか褒められてたよみたいなんてめっちゃモチベーションが上がるから、うん、俺は常にそれを各現場でやってて、うん、そいつを主役にするみたいな、うん、っていうのをやってたから、まあ、その外部に例えば僕らしていくと、じゃあこの4人のメンバーで僕がさ外部にさ何かあったとしてもよ、うん、じゃあ世良はこういうところがあるからもうこういうとこはダメなんですよみたいな、でモッチーってこういうところあるからもう本当に今最近うまくいってなくて、あそれ言っただけで伝わんじゃんまた、うんうんうん、そうすると取引がうまくいかないわけじゃないですか、うん、そうすると売り上げが下がるじゃないですか、うん、そうすると誰に言ってもいや、そうそう、いや、あの、村長にね、村長、なんで村長言ってんの一番マブなの気持ち悪いから普通に それは一番いけない関係性だよね、うん、とは思う、うん、もう外部には絶対言っちゃいけんっていう、うん、てかさ、俯瞰できてる人ってこういうマインドできるんだよね、うん、だけどやっぱ、まあ和田ちゃんもさ、言うても22歳とか1歳とかでしょ、うん、22歳経験は、そういう経験はないからさ、うん、知るまでに、でもだから成長したと思うんだよね、そのノンタイトル出て、うん、村長みたいな人と出会って、うん、そういう価値観とかそういう手法もあって、うん、で、小室さんみたいなトップダウンで引っ張っていくっていう人も見て、僕見てて和田ちゃんが一番成長してるなと思う、和田ちゃんはもうすごいよね、今すごいよ、今めっちゃ仲いいもん、昨日も一緒やったし、いいね、うん、和田ちゃんちょっと迎えに行きたいんだよ、迎えに行く迎えに行く制度あるじゃん、本体でシーズン3からできたもんね、そうそう、だから迎えに行こうかなって、もちこがね、ちょっと合わないかもしれない、和田ちゃんと合わないかな、いや、合うって僕絶対合うと思うんだよね、和田ちゃん、和田ちゃんは結構あのどんなところにも対応できるから大丈夫、いやなんか違う、僕多分承認受けする人とあんま合わないんですよね、あ自分かよ、うちじゃない、手柄取るタイプが手柄っていうか、なんか俺和田ちゃんのちょっと気持ちが分かる時があって、まあ、若い頃って特に承認受けする人って人を褒めたくないんですよ、認めちゃうから、認めちゃうし悔しいんですよね、人を褒めるのが、うん、本当にすごいと思った時も条件下で出る時は褒めるんですけど、そういう時以外は基本人を褒めたくないんですよ、僕もなんか二十歳の時とかそうだったんですけど、うん、和田ちゃんもなんかそういうところを今通ってたのかなって最初ノンタイトル見てで今もう大丈夫、褒められるようになった和田ちゃん、うん、いや和田ちゃんお前成長速度みたいな曲線の描き方やばいから、和田ちゃんで俺ノンタイトル中も、まあ、うちのアシスタントがずっと SNS をやってたわけで、うん、それを見てなんかムカつきますって言われたの和田ちゃんに、私はそういう言うたそういうのを頼めない、うん、言うたお金的にもそうやし、はい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 、そこにリソース割いてんのに、うん、村長は雇うというので、うん、時間作れてるじゃないですか、うん、みたいな感じでそれはフェアじゃないみたいな感じで言われたの、うん、それはファールってことね、じゃあファールたちの確かにね、まあ、でも別にそれって村長の今までのまあまあそう、うん、そうじゃあ後からはそう最後にはなんか認めるというか、うん、なんかすごいってなったけど、うん、当時は認められませんでしたって言われた、まあでも確かに思うかもな、なんかそれせこないですかみたいな、私は自分で編集とかやってそっちにも時間割いてんのに、うん、村長はお金で解決してるみたいなこと言われて、うん、俺のせいみたいなお金持ってるのが罪なんですよ、うせやダメ、お金悪、まあ、あとノンタイトルって待ってこれ嘘ね、ちゃんとお金悪だけ言っておられたらマジでさ後で僕がさ今悪ね僕がちょっとでも使ってた時に言われちゃうから、だからノンタイトルってこれ良くも悪くもやっぱどっちがやってるってやっぱ出ちゃうじゃないですか、うん、誰が一番やってるかって、うん、そこに対してやっぱ不満とかも出るのってしょうがないなと思っちゃうんですよ、和田ちゃんがずっとやってた、それも全員一で、うん、いやそれをもっとさ見れたらよかったよね、うん、和田ちゃんも若いから、私は全部できるようになりたい、うん、から議事録からだから俺がこう OEM 先と打ち合わせしてる時も和田ちゃんは議事録で入りますとか言って入ってくれとって、だからめっちゃ意欲的に、和田ちゃん超欲しい、めちゃくちゃもうなんか真面目やし、もうほんまにもうきっちり、だからずっとあの上場企業の社長秘書とかやってる、確かにとか言っていうのをずっと俺は言ってた、だから鍋ちゃんタイプだ、それはもう制作の人じゃないじゃん、お前マジ鍋ちゃんだよみたいな、最高じゃん、でも和田ちゃん表に出たいですもんね、そうだこれ多分いつか気づく時が来る、ああまあだからそこのねバランスでね、で和田ちゃんはもともと専門学校が芸能事務所の専門学校へ、そうなるんだ、そう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 、すごいな、行ってたから、だからもともとそういう芸能系には行きたかったみたいな、村長あのノンタイトル3ヶ月やって楽しかったことあります？うん、めっちゃ楽しかったし、何やったら出させてもらえないと5も出たいって思ってる、
リベンジ、てか時間返してほしいって言ってる。違う違う違う、それは違う。楽しくないじゃん。なんで話がちょっとずつさこじれちゃうの。時間返してほしい、まあ、でもこれはでも村長責任もあるよね。そのチーム作りでちょっとああいう風になっちゃったから、チーム作りってやっぱ大事なんだよ。大事、チーム選びか、メンバー選びか。だからテレサのメンバーっていいなっていう。おー嬉しい、そうやって言ってもらえる。でも村長マジおもろいね。うちに来ます。村尾さん、違う違う、俺あんねん会社。いやだ、いらないいらない。だって言ってたじゃん、その自分はそういう足りてないものというか能力的には低いものが多いけれども、周りがその棒になってくれる。俺はルフィみたいな存在なんだと、うん、あ、そうそうそう、でしょ、うん、いらないんだもん。え、何もせんでいい。アルバイトからです。アルバイトから、うん、全然。え、でもさ営業得意じゃん、もうリゾート売れるから。あー営業は得意。アルバイトのインセンティブみたいな。うん、いいね、それでいこう。で、うちのアルバイトめっちゃ稼ぎますよ。何18時間ロードとかあるんですよ、うん、そうそうそう、うちのアルバイト時給にしたらめっちゃ稼げます。めっちゃ稼げます。もういくらでも無限だから。で、しかも東京都の最低賃金で、うん、いいんすか、うん、大阪よりは高いじゃん、最低賃金、うん、まあまあまあ。で、決定で。え、何すんの。営業、ラオスと二人三脚で。それで時給もらえるんすか。もちろん。え、成功報酬じゃない。営業だから。営業 の持ってきてほしいランクはちょっと上、結構決まります。三つ星ホテルぐらいからお願いします。え、ホテルに入れたいんですか。ホテルに入れたい。え、手伝ってくれたりするんですか。あれはヒカルさんのザードが入ってるから。あ、そうか。え、あれシャンプーも入ってる。入ってる、入ってる。ブレイキングダウンも応募してたじゃないですか。え、で正直、うん、お金ってやっぱそれなりにあるじゃないですか、うん、なんでそのノンタイトル出たりとか知名度を今取りに行こうとするんですか。目立ちたいから。いや、ほんまはその隠れときたいタイプなんですよ実は、はい、ほんまに。いや、これマジで、これマジで隠れときたいタイプなんやけど、うん、会社の役割的にもう俺は現場はやることないように俺は全部やったから、うん、今社員でも80人と障害者が40人ぐらいおる、120人ぐらいの会社なんやけど、全部もう任したからやることない、うん、俺できることなんやろってなったら会社をもっとスケールさせないといけない、うん、SNS かなみたいなっていうのをこう思ってきて、去年の6月かなぐらいから SNS を本気でやりだして、会社を大きくするためにインフルエンサーになるっていうのを決めたっていうだけで、うんうん、なるほど。村長めちゃくちゃすごいんだよね。その会長になるとかっていうさ肩書きはどうでもいいとしてもさ、この本当に信頼できるとかさ、右腕左腕つくのって超大変だよ、経営者として。それちゃんと作った上でもう現場も全部任せられる人を育て上げてるから、自分も SNS に専念できるっていう状況って結構経営者としては超理想的な、すごい、なかなかできないことだよね。ノンタイトルに俺フリーコミットできたもん、会社すごいよね。確かに。いやでも村長めちゃくちゃすごいね。最初なんか詐欺師じゃないかって僕らの視聴会でありましたけど、発射経営みたいな。ほんまや、調べてもらったら分かりますから。まあもう分かりますよ、この人柄とやってることとかも見てて。じゃあ卵ノンタイトルじゃなくてもやってくださいよ、何かしらで。確かにデモで持ってった事業はやっちゃいけないっていうルールあるけど、うん、持ってってなければいけるもんね。まあ、卵欲しい。いやあれナッシュってはいはい、ナッシュみたいな感じのイメージで、ナッシュってあれ1ヶ月に150万食売れてる。ちょっと高くないですか。まあ、え、500円ぐらいじゃん、600円とかじゃん。でだあれは、朝から光は卵のまあまあ D2C みたいな感じで、うん、1ヶ月15食ぐらい送って、はいはい、冷凍に入れて、いや冷凍庫に入れて、いつでもなんか好きなものを食べれるみたいな感じのイメージ、うん、なるほどね、うん、あ、そういうビジネスモデルだったの。そうだから腸活とちょっと近いですよね、ビジネスモデルとして。ああ、そうですね、そうですね。僕、ナッシュでもあれだわ、飽きちゃってさ。ああ、もう言うよね。そうでも、冷凍庫にもうパンパンのレベル超えてパンパン、うちの冷凍庫結構でかいの、ね、パンパン超えてパンパンでもうやばいなって思いながら、でもめんどくさいから止めないで、どうしようどうしようで頑張ってもう消費していくみたいになっちゃってたから、そうならないといいっすよ。どっちかでなんか卵だけで売ってほしい、買ったりするかも。わかる、卵しかも持つじゃん、卵って結構長くない賞味期限。卵なんて別にどうでもいいよ。え、よくない、僕みたいな卵好きは超子だって。平買い、いや、てか分かってないんだけど、高い卵を買うの分かんない。桜卵何も分かんないよ。瀬名くんらしくない。え、じゃあもうなんでそれ。じゃあ直感でこいついいっていうの選びに行くタイプだから。なんでスーパーで。なんでなの。
え、なんでなんでってかって、わかんない。なんかそこに別に思考する必要性を感じないっていうか。高ければいいでしょうみたいな。そうそう、なんかさ、市場でもありふれてるもので、高ければいいんじゃないって思って買っちゃう、それを。背中らしくない。一番前卵は自分で鶏育てて取ったやつが一番前と。気持ち込みでね。でも食って基本気持ちじゃん。まあ確かに自分で再現したものとか美味しい、うん、だからうちの屋上で鶏育てよ。鶏と野菜畑作って。じゃあ鶏って朝鳴くやんか、うん、だからそういう騒音系で飼ったらあかんの。絶対ダメだ。だから俺めっちゃ考えとって、鶏って言うたらこう大きいところで平飼いで飼った方がストレスなくって言って、うん、はいはいはい、だからマンションの屋上とかの有効活用みたいな感じで、はいはいはい、じゃあ第一産業もマンションの上でできるんじゃないみたいな感じで調べたら、騒音系でそういうのがあかんっていうのが、ストレス溜まりそうだね。そう、だからあかんってなったから、ああそれあかんのかって。へえ。結構俺調べたから。すごい。楽しみですね。ということでちょっと。え、もう終わり？ここからはなんか村長チャンネルの方に行くので。いいですか？え、村長チャンネル あるか？ありますよ。ロング動画をやるってちょうど。そうなんだ。もともとショート動画だけで。チャンネル登録者数6万人。やばー、すごいよね。そう、バズ、バズ。SNS の使い方うまいんだよ、だから。なんか僕1個思うのが、それでちょっと1個思ったのが、はい、ショートのチャンネルとロングの動画って僕混ぜたら意外とダメなのかな。ダメなんですよ。全然ロング伸びないですよ。伸びないと思います。助けてもらえます？え、無理。え、僕で次こっから村長のあれでしょ。僕帰るよマジで。なんで？だってもういい、仕事終わった。お腹いっぱい。もうお腹いっぱい。ダメろ。大丈夫、ずっとだってさ、もう文句言ってくれて。じゃあ文句ちゃうやん、文句ちゃうやん。文句じゃない。でもやっと元気になってたじゃん。確かに確かに。さっきまで元気なかった。違う、村長が暗いからうちのチャンネル前半暗かったんだよ。なんか嘘。だって昨日レッド撮った時、ホジョジョがめっちゃ盛り上がったもん、うん、いや、それ勝ってるから。うそやうそやうそ、勝ってるから。あ、勝ってる。あんま関係ないって言うじゃん。あんまもう関係ないみたいな。いやいやいや。あ、で、村長裏話、さっきね、タクシーで一緒に来たんだけど、うん、その時のやつ言っていい？個最後の。いいよ。うちのチャンネルで、うん、デモで終わった後にさ、みんなでさ、飲んでたじゃん、うん、レッドのブルーも、うん、で、あれめっちゃ仲いいじゃん、うん、で、僕あれ素敵だと思ったので、それ聞いたら朝の10時とかまででしょ、うん、7時、10時とかまで飲んでたらしいんだけど、村長は途中で帰ってんだって、うん、それが、そのモーリン家に行ってみんなでデモデーの動画を見ようみたいになって、何慣れ合いしてんねんって言って、それに対してはイラついて帰ったらしい。確かに見たくないよ。見たくない、ね、うん、いやだから僕らまだ見てないでしょ。デモデー見た？見てない。僕もちゃんと見てないんで、まだ見れないんで、もう、うんうん、もうあんなものまだ見てないし、で同じ感じだと思うんだよね、うん、まあ種類は違えど、あれを認めないというか、うん、いやなんか嫌なトラウマ感。俺らなんてさ、あれミスターシック盛り上がってたじゃん、勝ったじゃん、うん、俺らはさ、半切れだったからさ、ノリがさ、え、みんなで飲みに行こうよみたいなって言ってたけど、うん、ずっと無視してたよね。苦しかったし、車呼んで帰るまた今度にしようって言って最後、帰ってったよね。ノリたちは悪くないしね、ノリたちは頑張ってたんだけど、うん、僕らはそこを喜べる気にはなれなかったから、うん、飲みは行ったけど、もうそれ流した瞬間に普通にしれっと帰った。それはそう。でそれまではめちゃくちゃ楽しく仲良くやってた。あ、そうそうそう、飲んでたんでしょ、うん、飲んでた。え、いいよね。だからシーズン3も仲良くて、ね、シーズン3も、もう、2も仲いいからさ、うん、え、うちは仲いいよ。2は仲いいよ、みんな。そうでしょ、仲いい。ただ仕事をしてないだけで仲はいい、うん、あ、まあ、彼らに罪はないもんね。あ、そう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 、うん、あ、だから塗り棒とかさ、ハルタムが頑張ってたのをしてさ、うん、もちろんロー君もね、アイちゃんも、うん、だから僕らそこに対して何もなく、うん、あれみたいな感じな感じは残ってるだけだから、中は本当に。はい、ということでね、じゃあここからは村長チャンネルに行きますので、一旦面白かったら皆さん高評価、コメントチャンネルよろしくお願いします。お願いします。概要欄にね、村長の動画あってくるので、そちらに次飛んでください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。またな。再販決定ということで、新商品のオクトリートメントが実は即完売していたんですけれども、この度4月8日から再販が決定しました。オクトリートメントは超高機能として歌わせていただいたんですけれども、実際に口コミとかもアットコスメで集まってたりするので、ぜひね、気になってる方は見てください。本当にいい口コミをたくさんいただいていて、多くの方が髪の毛がすぐにサラサラになったとか、今まで使ってたものと本当に違かった、サロン帰りと同じぐらいのクオリティって本当に言っていただけてるので、皆さんもぜひご購入よろしくお願いします。